サバゲー初心者に絶対に伝えたいことを一つだけ。初めてサバゲー行く人、服装悩んでる人たくさんいません？変な迷彩服は買うな。あの安いね、サバゲー行くならみたいな迷彩服たくさん売ってますけど、絶対着なくなるから、もう絶対着なくなるから。本当に何着も買ったけど一回しか着ない。自分の中のこうしたいっていうビジョンがある迷彩服だったらいいです。陸上自衛隊の迷彩着るんだとかイメージがあればいいんだけど、迷彩服着ないと絶対ダメとかそういうのもないから、パーカーとかで緩いジャージとか着てる人も全然います。自分なんかもサバゲーフィールド行く時もハーフジップで行ったりとか、リムのパンツ履いてったりとか全然してますんで、動きやすい服装でいいんです。気楽に肩肘張らずにサバゲー始めてハマってって、どんどんそこからね装備作っていくのいいと思います。